会をさせていただきます。まず冒頭ですね、海田新代表の方から簡単に挨拶をさせていただきます。皆様お集まりをいただきましてありがとうございます。まず冒頭、昨日私が作りました漢詩をご披露いたします。見ていただければ分かると思いますが、老月不相千古なり、寒天助け少なく敬なるなし、将軍光月万兵倒る、粉骨再進この姓を全うせん。以上でございます。意味は、お分かりになる方とならない方いらっしゃると思いますが、老月というのは師走ですね。師走の不相というのは、不相というのはこれ日本国、これ戦の太鼓がなりと、昔は戦の合図を太鼓でやってましたから、いわゆる解散で、いよいよ12月の師走の日本で解散になったと。で、空は寒くて、ね、寒かったですね。それからこれは少ない、助けが少ない、味方が少なかったわけで、で、我々がなんとか第一党を確保しようと思ったけれども、これが敬なるなしですね、それは失敗に終わったと。将軍は功がつき、それぞれの大臣経験者や派閥の領袖が、これまでの手柄も、ここで、途絶えて、そして、多くの候補者が残念ながら倒れたと。さあこの上は粉骨再進、せっかく生まれてきたわけでございますから、本当に身を粉にして民主党再生のために、私は自分自身の生を全うしようということでございます。もう今の私の心境はこの詩の中に尽きております。以上です。はい、それでは挙手をしていただきまして、社名とお名前を言っていただいて一問一答でいかせていただきます。まず幹事社の方から先にお願いしたいと思います。はい、どうぞ。手前の、はい、産経新聞の坂本と申します。具体的な政策のところで質問させていただきますのですが、まず TPP についてどのように望まれるかという点と、外交安全保障、あとアベノミクスと呼ばれる経済政策については自民党とどのような違いを打ち出していきたいとお考えか、具体的なお考えがあればお示しをお願いします。まず TPP でありますが、私は基本的にはこれは民主党の中で議論をして、ずいぶん議論しました。その取りまとめの中で、これは慎重に検討するという項目、慎重に検討するという表現になっておりますので、そのまま慎重に検討するということであります。で、それから2番目がアベノミクス、3番目がアベノミクスでありますけれども、このアベノミクスにつきましては私は大きく言って2つの柱があろうかと思います。1つの柱はやっぱり公共事業を、大盤振る舞いをして、それで景気を浮揚させようという考え方でありますが、これはもうすでに古い考え方だと思っています。で、もう1つの金融緩和でありますけれども、これについてはいろんな意見があろうかと思います。民主党の中にもいろんな意見があろうかと思います。で、ただ日銀の独立性を損なう形が、外に現れてしまっては、これはやはり、この中央銀行の信任にも関わってくることで、それは円の信任にも関わってくることでありますので、これは避けなければいけないということ。それからあとはやっぱりさまざまな副作用が予想されますので、その副作用に対する備えがどうなっているのかということをしっかりといろんな場面で確認をしていこうというふうに思っております。それから外交安全保障でございますが、もちろん私どもはアメリカを基軸として、そしてアジアの他の国々とも、これは友愛精神で
そして前輪外交をやっていこうという考え方でございますが、演説の中でもお話をさせていただきましたけれども、やはり本当に日本の強さ、日本の国力の強さというものは、私はやはり日本の経済力、あるいは国民が日本の国の将来に対してしっかりとした自信を持っているということに寄ってきたるのではないだろうかというふうに思いますので、その意味ではその日本の国力、日本の経済力、あるいは国民の国に対する信頼性、これを強くしていくことを通じて、外交力、あるいは安全保障の力を強くしていきたいと、こう考えております。はい、続いて幹事社の方、どうぞ。はい、朝日新聞の高橋と申します。2点ありますが、まず1点目なんですけれども、その海江田新代表、党の再生ということを強調されていますが、その上で党の役員人事、非常に大事だと思うんですけれども、どういう方針で臨むのかということとですね、あと代表選への立候補、かなり党内で要請があった細野豪志さんの登用についてはどのようにお考えでしょうか。人事はすべてこれからであります。はい、続けてですか。もう一点、先ほどの演説で、参院選に向けた野党共闘について触れられてましたけれども、全く方向性の違う維新もその共闘の中には含むのかどうか、どういう枠組みを考えていらっしゃるのか、具体的に教えていただけますか。やはり参議院の選挙で少しでも議席を伸ばす、あるいは、それがかなわない場合でも議席の減り方を少なくするということのためには、やはり野党との協力が必要であるということは、言を待たないと思いますね。で、どの党とどうこうということは今の段階では考えておりませんけれども、それぞれの政党がそれぞれの主張をして政策を主張して選挙を戦ったばかりでありますので、それぞれの政党の新しい国会の中の人事でありますとか、あるいは体制、そういうものを見ながら決めていけばいいことではないだろうかと思っております。今の段階でどの党とだけ、あるいはどの党はダメだということではありません。はい、それでは挙手お願いします。以上と思います。ニコニコ動画の七尾と申します。よろしくお願いします。質問が2点ございます。まず1点目なんですが、今回の選挙の総括は今後だということなんですけれども、一部にですね、民主党のその分裂や内紛が有権者の投票行動に大きく影響したのではないかとの 見方がございます。代表となりまして、こうしたですね、分裂や内紛などが起きないような対応を図れるのか、そうしたことが起きないように具体的に何かお考えになっていることがありましたらお聞かせください。はい、この民主党敗北の理由というのは、これから本当に外部の方も入れて、真剣な総括をしなければいけないということですが、ただ今ご指摘のあったような点も、それはやっぱりおそらく誰に聞いても、そういう答えも出てくるかなというふうに思っております。それを防ぐためということでありますが、まずやっぱりこの党全体でまず一つの目標に向かって、当面は参議院の選挙でありますけれども、それを役立って全体での仕事をしていただくということをはっきりと見せるということだろうと思います。はい、もう一度、すみません、続けて、あと、はいはい、2問目なんですが、その与党とのですね、対立軸として、来年の参院選に向けて国民に対してまずどのような独自政策を訴えていかれるのか、例えば今回のマニフェストをですね、強化なり見直し修正などするお考えはありますでしょうか。それはまだこれからの話でありますが、与党との対立軸などにつきましても、与党が
今度の選挙でいろんなことを主張しましたけれども、例えば来年7月の参議院選挙までの時間軸で、どういうことを主張してくるのかと、どういうところに力点を置いて主張してくるのかということがまだはっきりしておりませんので、そういう与党の出方も見ながら、こちらも対応を決めていくということで、私ども1月には党大会がありますので、それまでにはっきりした方針ですね、まさにこれは運動方針になるわけですが、それを決めていきたいと思っております。もう一人方ぐらいどなたか挙手を、じゃあ、はい、その真ん中の方どうぞどうぞ、はい、そうです、はい、マスクの方。すいません、共同通信の口石と申します。ちょっと話は変わるんですけども、海田新代表は国会議員になられる前に和牛予託商法のあぐら牧場の投資を推奨するかのような雑誌記事を書かれていたと思うんですけども、それについてのお考えをお聞かせください。で、当時パーティーとかにも出席されていると思うんですけども、それについてどういうふうなご責任を感じていらっしゃるかというのをお聞かせ願いたいと思います。それはまた後でお話をしたいと思っておりますが、今お話のありましたように二十数年前のことですか、そして私自身もそういう自分のお金を出してやっていたわけでありますから、そしてそれの時期が来たので、なんてそれは終わったということでありますので、それだけのことでありますので、今ここでとにかくその感想とかいうことを言われてもお答えができないと思います。はい、はい、もう一人、じゃあその真ん中の方はですね、それ、はい、そちらです。はい、フジテレビの倉田と申しますが、今回の代表選、今までと比べるとこの会場の規模もだいぶ縮小されて行われたと思いますが、実際に壇上に立たれて同志の眼差し、表情、そしてこの総会の雰囲気というのは新代表にはどのように映られたのか、率直に教えてください。この壇上に立ちまして、仲間の数とそれから顔を見ておりましたけれども、ご指摘のように本当に少なくなったなという印象を受けました。私も受けました。本当に衆議院議員がこの左の隅の方に少しいるということで、そして、皆それぞれに、鎮痛なお持ちでありましたので、私もその場の雰囲気というものは、同じ考え、同じ雰囲気でございました。はい、それでは時間が来ましたので、これで記者会見を終わりたいと思います。どうもご協力ありがとうございました。どうもありがとうございました。